何にもなくて失礼します。加藤ちゃんに。これが出てくるんですわ。なんとかの、布団ひざ久しぶりで、コラボってやったでしょ。別にそれの真似じゃないけど、要有名ブロガーのね、とこにコメント回りするんですわ。完成20。で、コメント回りでも思い出したけど、バナナディスクって検索してください。カタカナ、バナナディスク。情報招待で15,000本売って15億稼いでる人は、最初コメント、あの人ね、なんか季節労働者みたいな感じでね、それで仕事しとったけど、ある日、根性入れて辞めて、私はネットで稼ぐと辞めたのがすごいね。要するに金も貯めとったものがすごい。それで、飯食えて生き延びて仕事したんやからね。それがすごい。昔の時代やから、1日3000か6000くらい行ったんですよ。課金がね、課金じゃないの。和平じゃないの。ネット、インターネットすごく20万くらいしたんですよ、月。それ乗り越えてやったから大したもん。今先生してますわ。それは置いとって。だからね、コメント周りから始める。何から始めようって、そうするとコメント周りから。多分、大体有名人になる人1万人以上コメント回りしてます。だから題材はコメント回り、回りで億万長者と、ね。一回テストね。皆さんこういう本もあるんですよ。バナナディスクで。本があったら、電子書籍なんですよ。電子書籍。タクボシゲナビも20冊で売ってますよ。こんな話を載せてます。